行くぜ。じゃん。はいよ、サブヤン。罪は憎いが憎まぬ人を斬るも縛るも人のため、闇を切り裂く男行き、おぼろ月夜のサブと一。10日が過ぎて間もなく、数年ぶりの大嵐が江戸を襲った。お頼ん申します。お頼ん申します。お父っつぁん、お頼ん申します。お頼ん申します。ああ、嵐で困ってるお人に違いに開けてあげない。乗じて島を破った三人組、片目とマムシとヨタという凶悪無残な前科者。やめろ。十年ぶりの愛子を女と駆けた。欲しいも何なんでもやる。娘だけは、娘だけは。嵐の後の空のようからりと澄んだ眼差しは、18歳の青春を十手にかけた下っ引き、浅草龍泉寺浦和左平次親分の子飼いサブ。よう一夜、ゆんべはひでえ嵐だったな。から飛んじまってね、この長屋も寿命さね。
おいらがやってやろうか。なに、大丈夫。はあ、息が止まるかと思った。いや、すまないね。お、みどりちゃん、急いでどうしたい。お父さんが呼んでるわ。あ、親分が。昨夜川崎で殺しがあったんですって。それで田辺の旦那が。よし、来たい。まあ、ひでえやり方だ。人間の仕業とは思えねえくらいだ。これだけの荒っぽい手口はひょっとすると。田辺がなんだ。今お奉行所で聞いてきやしたが、ゆべ嵐の中を島抜けした奴がいるらしいんで。何？ではやはり。この橋一つが地獄の境。石川島の寄せ場に近い一角に、いつ頃からかあぶれ者が集まって部落を作った。人呼んで地獄島。悪の吹き溜まりである。帰ってきたぞ。風見の、ようやく帰っておいでなすった。おめえさんのいねえ間、俺は代わりにこの島を取り仕切らせてもらったぜ。そうかい、そいつはご苦労だったな。なーに、いいってことよ。おめえの役目は終わったい。野郎ども、今日から俺がここのボスだ。文句はねえな。10年ほど前です。蔵前の札差しを襲った3人組強盗を橋がご用便して島へ送り出した。固めにマムシによたって毛玉のみてえな奴らで、島抜けしたのもその3人だ。いや、やっぱり聞き込み兄の方がうめえや。おめえだって時期になれるさ。おいらきっと兄の絵になってみせるぜ。今度の星を許しちゃおけねえんだ。あんな小さい子。わかるよサム、おめえの気持ち。焦らずやろうぜ。冬の夜寒も真夏の昼も、足で稼いでおかっぴき、背中にひびの切れるまで歩いてやっと独り立ち。何？地獄島？体中めった付けにされて大川に浮かんでいたんでさ。きっと地獄島あたりに潜り込み正体が分かって。おいらが一緒に行け。勘弁してくれ。寝てくれ。新吉は先輩だったんだ。おたけどっちが先に目明かしになれるかっていいやつだったよ。わかるわ。おいらきっと敵を取るぜ。どんなことしたってあいつらを見つけ出してきっと踏んづかめてやる。ええ、でも危ないことはしないでね。新吉さんみたいになったら私。なーに、サブヤンには私がついてるよ。みどりちゃんに泣きやみせはしねえ。イチさん、いつ来てたの？仲良くやってますね。嫌なイチさん。お邪魔様。
さてと、それじゃあっしは。綺麗な星。三人組が島に潜り込んだとなると厄介だ。あそこは奉行所でも手に負えない場所だからな。奴らを地獄島から外へおびき出すことができるわな。あの、こちらにサブという方はおいでに。へい、おいらで。実は私は河田町の越後屋の娘、お蝶と申します。昨夜、父のところへこんな手紙が参りまして。これは足は見ても仕方がねえ。おめえのために俺たちは10年島で暮らした。詫びの印に1万両用意しろ。万一お上に訴人するときはおめえの命をもらう。固め。固め？固め？10年前、父は蔵前の札差し、大口屋さんの番頭をしておりました。棚の者が皆殺しになった中で、幸運にも父だけは傷が急所を外れていたために生き残り、三人組の顔を覚えていて、翌朝駆けつけたお役人にしゃべったのです。そうだった。俺らそいつを手がかりにしてとうとうあいつらを御用弁にした。獄門縛り組のはずが、先代上様のご死去で大赦があり、罪一等減じられて島送りになったわけよ。よし、奴らは町へ出てくる。さあ、すぐに手配しろ。へい。もし、越後屋のお嬢さん。ただじゃどけませんね。どうかそのカゴの中のお方をね、置いてっていただきてえもんね。なんだと。やるなてめえ。私は切らないよ。いえさ、人思いに罰されてたんじゃ、おめえたちにやられた人たちが浮かばるに、おめえたちは獄門台に上がるのが当たり前だ。なまじ分別の仕込み杖、峰を返したばっかりに、やがて取り返しのつかぬことになろうとは、さすがの位置も気がつかなかった。
泡を食ったかどめくらめ。そこは名だけ底なし沼だ。まんまと仕組んだ罠に取り込んできやったな。戦記の形示しろい。娘を連れてずらがれ、うん、そうはいかないぜ。くっ、じたばたすんで。あ、いちや、くっそ、それいちやん、しっかりつかまんな。奴らを地獄島へ入れるな。島の入り口を固めろ。兄貴、地獄島へは帰れねえで、いっそその娘殺して。待て、俺に考えがある。来い。奴ら、の者ども、すでにここは都営旗絵に取り囲んだ。逃げられると観念して神妙にバグりつけ。聞け役人ども、もうすぐ5つの鐘が鳴ら、鐘が鳴り終わるまでに囲みを解かねえ時にはこの娘をなぶり殺しにするから、そう思え。いいか、5つの鐘だろう。お役人、お蝶の父親でございます。おお、そちがお蝶の。どうぞ娘をお助けくださいまし。お願いでございます。いや、本当に火をかけるんだ。兄貴、金がやんだぜ。ヘボ役にめっちゃ甘みろ。驚かしてすまないね、サビアン。あたしは蜘蛛の巣ってやつが苦手でね。奴ら引き上げた。俺たちも今のうちにずらがろうぜ。
女はどうする。行きがけの立ちんだ。いただくものはいただこうぜ。この世には神も仏もある。阿弥陀様が見ていなさるよ。その声はあんまだな。出てこい。どれくらい一歩でもそこ動いてみろ。娘を締め殺してやる。サビア、明かりを頼むぜ。おいさあ。うわ、見えねえ。声を出すな。暗闇になりゃあたしの世界さ。マムシ、鎖切られた。ヨタ、油を流せ。サビア、お嬢さんを。よし来た。それ。オイラのことが心配だったかい。ほら、まだドキドキしてる。姉ちゃん、サンタちゃんだわ。忘れてた。今日オイラをどっかに連れてってくれる約束だったよね。行こうよ、ねえ。でもね、サンタちゃん、野暮になりたかねえもんだね。おいでサンタ、水飴買ってあげる。みんなで一緒に行く。おめえさん、物分かりが悪いね。おいで。みどりちゃん、サビアンは疲れている。辛いことがあったからね。それにさ、秋は日が短いよ。ほどほどにね。ほどほどにね。落ち葉の音は静かだね。嵐が過ぎてからりと晴れた江戸の空、八百夜鳥の中空に澄んで輝く日の光。サブと一との心意気。Thank you.